こんにちは、ふみやきんでございます。今日のテーマ、Boys Be Ambitious みたいな感じでですね、まあ、少年よ大将いだけということで、これはですね、なんか僕、本当この YouTube、なんかね、これから本当羽ばたいていく、人たちに、どっちかって言うとね、こうちっちゃくまとまってほしくないなと思って、だって思わんですかね、こう、なんか、青年の主張コンクールみたいになってしまいますけど、僕ほんとね、日本の学校って、なんかこう、今、まあ、言い悪いじゃないけど、とにかくみんな一緒の制服着ろとかね、みんな同じカバン持って、みんな8時半に学校行って、なんかみんながっていうの多いじゃないですか。で、どっちかというとその枠からちょっとはみ出ると、なんかいじめのターゲットにされるとか、なんかもっともっとみんな個性的で本当はいいはずなのに、なんかこう、つい枠の中にいるのが、なんか飲みの話みたいに、ね、こうあるじゃないですか、飲みのこう、ね、ビーカー、理科の実験で使うようなビーカーに飲み、ぴょぴょ跳ねる飲み入れてね、で、ぴょぴょ跳ねて出てくからっつって、こう、木の蓋かなんかすると、こう、ぶつかって、出れないと。でもこれ、何回かチャレンジして出れないっていうことを、もうこの飲みは気づいてしまうと、もう二度と飛ばなくなるんですよね。で、なんかそういう風になってしまってる子供たちってなんかすっごい多いような気がして、本当はなんぼでも飛び跳ねれるのに、けどそのビーカーでなんかこの木の蓋がね、どっちかやったら親のね、そんなの無理に決まってるとかね、そんな世の中甘くないとかね、なんかそんなことを言われる、その実は言葉で人の心って作られていくから、そうじゃないですか。また僕のマイブームなんですけど、この体は食べたもので作られてる。で、心は聞いてきた言葉で心は作られる。そして一番大事なのは未来。僕たちの未来は、この吐き出す言葉によって未来は作られるってこう言われてるんですけど、その、俺は無理だろうとかね、私には自信がないとか無理かもしれないなんていうふうに絶対ないのに、そんなことを大人たちから聞かされた人が、この飛べないのみになっていく可能性があって、でもこれを救う方法が一つあるんです。それは何かっていうとね、蓋があるなんてことを知らない友達の飲みをね、2匹ぐらい入れるんです。そしたらこいつら何も知らんから、ピョンピョンって出るでしょ。で、そいつらが飛び立つ姿を見るとね、飛べないと思い込んでたこの人がね、あら、みんな飛んで生きよるなって、俺もいけるんちゃうかって言って、仲間の後をついて、飛んだ時、もう一回俺やれるんだってことを思い出す。これ人間も全く同じなんで、ね、なんか変な、後ろ向きの大人の言葉なんか絶対信用せずに、逆にこんなアホなおっさんの言うことを聞くね、実践したりする方が個性がパッとこう広がったりするかな。例えばこの間もね、仙台にまこちゃんっていう女の子いて、で、その子、まあ、高校の頃から、そのフロリダの、アメリカのフロリダにあるウォルト・ディズニーで、自分は働きたいなとかね、アメリカに行って勝負したいなとか、だけど、そんなこと言えば、ね、あんた女の子やのに、そんなアメリカなんて怖いがなとかね、やめときなとかってみんなからこう言われるうちに、あ、そっか、無理なんだって思い込んでて、けど、僕みたいな変なおっさんに会うてもうたがために、まこちゃんって、僕教えてあげたんですよ。ね、その無理だって言ってる大人、見てみて、ね、ディズニーで働いたことないやろって、フロリダに行ったことないやろ、その人たちって。だから、やったことのない大人に相談をすると、その言葉によってね、未来がガシャガシャって潰されていく。だから、若い時に僕は絶対出会うべきは、やったことのある人。だから、僕の友人で、それこそディズニーランドで働いてて、フロリダのディズニーでも働いてた、まあ、かがやくんって、これ彼も有名な男なんですけど、もうディズニー好きすぎて、家の中に、なんか50分の1ぐらいのスプラッシュマウンテンを家の中に作ってしまったぐらいマニアな男がいてね。で、その男に、僕会ってみろっつってね。で、連絡先をお互いに交換させて、で、仙台から東京におるかがやくんとこまで、まこちゃん会いに行ったんですよ。そしたらね、もう会いに行った日の夜に、中村さんって、中村さんがよく言う、ね、白黒で、なんか心の中白黒になって、もやかかってて、未来予想図、ね、不安でいっぱいだったのがね、
たった一人の人に会っただけでカラーになった。ね、いけそうな気がするっつってね、ニコニコ笑いになって電話かかってきたとき、な、まこちゃん、それが大事なんよって、ね、本気を出すとかね、やる気を出すとかって大人すぐ言うけど、僕ね、本気ややる気よりも一番大事なん、その気になること。あ、いけそうな気がするっていうね、錯覚でいいんやから、そう思い込んでまうことさっつって、で4回ほどあるそのテストがあるらしくて、でもそのテストのクリアするコツとかまで加賀谷くんにみんな教えてもらったまこちゃんね、そっから4回のテスト全部パスして、実は2ヶ月ぐらい3ヶ月ぐらい前かな、一人でもうフロリダに旅立った子がいるんです。でもフロリダ行ってからも連絡が来てね、中村さんって、私あの時行けるって思ったこの瞬間から今自分は別世界にいるってね、一回こっきりの人生で、この別世界を自分で手繰り寄せれたっていう、その自分に対してもご褒美あげたいっつってね、もう泣いて喜んで電話かかってきた。だけど、ちょっと前まではあのビーカーの中の飛べないのみだったんですよね。だけど、できるよ、やれるよ、ね、誰に会うかやでっていうね、応援してくれる人と繋がることやでっていう、その一言から、彼女はもう一度取り戻して、今フロリダまで飛んでしまって、ね、今別世界味わってますけど、僕そこで仮にね失敗することもあるかもしれんけど、これは僕大丈夫やと思うねっていうのはね、人間ってあの失敗のおかげで強くなったとかね、あの失敗経験したから俺たくましくなれたんだとかって、ね、しばらく経つと人間はあの過去をねの失敗をね全部感謝に変える能力を持ってるから、だから僕は過去は書き換えれるって思ってるんで、あ、来週ぜひ次回過去は書き換えれるでいきたいなと思いますね。今またひらめいたんですけど、時間がぼちぼちなんで、ここらで一旦終わります。羽ばたこうぜ少年たち、ありがとうございました。